皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。本日はですね、ちょっと珍しいマイクのレビューでございます。はい、こちらにございますですね、ホーリーランドというメーカーから出ているラークマックスというワイヤレスマイクのご紹介をしたいと思います。はい、この中にこういうマイクが入ってるんですよね。はい、こんな感じでね、入ってるんですよこのマイクがね。でこのマイクね、ちょいちょい使ってたんですけど、あのね、めっちゃいいよこのマイク。はい、動画撮影とか YouTube を始めるときにですね、こういうマイク、音の問題って結構大事になってくるんですよ。映像がどんだけ綺麗でも音がダメだとやっぱ見る気しないんですよ。だから音ってすごい大事なんですけど、多くの人がね、やっぱり最初ショットガンマイク使おうとするんですよ。ただマイクって音って基本的に近くで撮った方が絶対いい結果が出るんですよ。ショットガンマイクで、そうなんか遠く離れたところから狙えるってやつもあるんですけど、まあ、みんなかっこいいからそっちやりたがるんですけどね、それよりも絶対ワイヤレスマイクで口元で確実に音を取った方がいい結果が出るんですよね。だからその辺の体験とかを、話しつつ、今日はですね、ホーリーランドのラークマックス、をご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。このホリランドっていうメーカー、最近なんかこうワイヤレス系の伝送システム、私の動画でも過去にですね、レビューをしたものがあるんですけども、でそのホリランドさんの最上位モデルのマイクがこのラークマックスですよという感じですね。まずですね、このホーリーランドのマイクなんですけど、あのね、届いたのが2ヶ月前ぐらいなんですけど、あのこのチャンネル視聴者さんはわかると思うんですけどね、私この2ヶ月ぐらい山ごもりみたいな生活してて、全然作業できなかったんですよ、動画のアップの。うん、だから滞りまくってて、発売から2ヶ月ぐらい経って今私は動画を作ってるような感じなんですね。まずね、ホーリーランドさんにはね、大変お待たせしましたということで、ちょっと一言謝りたいなと思います。申し訳ございませんでした。ただまあこのタイミングだからこそできる動画をね、私はやりたいなと思いますので、ぜひ見ていってください。はい、で簡単に、このホーリーランドのマイクのことを説明しようと思います。これが本体のケースなんですが、ここにね USB-C のね、端子があって、これ充電できるんですよ。でこのケース自体が充電器になってるんですね。で、これ開くとこの子機2つとそれから親機がついてきてます。はい、でこれ取り外すともうね通信するんですよ。はい、だからあのペアリングって言いますけど、これ親機と子機を通信させて接続するっていうことをしなくていいっていうマイクになります。これをこういう風に収納すると自動的に、充電がされるという仕組みになっているんですが、仮にねこう使用中に電池が、少ないっていう状態でも、こう USB-C 端子がそれぞれついてますので、まあ、USB 給電しながら撮影することもできるということですね。このマイクのですね特徴、大きな特徴2つあると思うんですけど、まず1つ目がこの後期本体に録音ができるということですね。こうやって喋っててカメラ本体の方に音声が収録されますよね。でそれが仮にミスってた場合、音飛びしてたりとか音割れしてたりとかね、まあ、そういうことが起こった場合でもこっちの方に記録されてることですね。よくあるのが音声レベルのミスですね。もしもの時のためにデータをこう救い出せる、対策の一つになるんですねこれね。だから、本体が録音できるってまず一つすごいいいところだっていうのと、あとねこれ音がね24ビットの WAV、WAV って書くんですけど、まあ圧縮率の低いデータ形式ですよね。要するに音がいいってことです。はい、仮にこの親機をカメラに接続してですね、マイク2つのデータを親機からカメラの方に送ったとします。でこっちの本体では24ビットで録音ができるんですけど、カメラ本体の方に行くデータっていうのはそのカメラのその規格に変換されるんで16ビットになるはずなんですよ。要は音が劣化するってことですね。
で今現在ですね、24ビットで撮れるマイクってワイヤレスマイクってそんなにないんですよね。だから音がいいと、これ非常にマイクにとっては一番大事なところですね。音がめちゃめちゃいいワイヤレスマイクっていうのがこのラークマックスなんですよね。うん。でこうメニューとかもですね、これこうボタンを押してこうやってクリクリってこう回すんですけど、あの使いやすいです。でここで戻るんですけど、ノイズキャンセル機能っていうのがついていて、周囲のノイズを軽減するっていう機能もついているっていう。ランプが青の時はノイズキャンセルがオフで、ここを押すとノイズキャンセルがオンになるんで、緑がオンなんですけど、こう自動的にね、片方をオンにすると両方ともノイズキャンセルがオンになるっていう感じみたいです。で本体の録音はここのマイクボタン、ここをピコッと押すと、はい、赤くランプがつきます。これはそれぞれ片方ずつ録音ができます。でケースのこと言ってませんでしたね。これ一回収納して、あもう反対に入れちゃった。これ一回こう収納して取り出した時には必ずもう充電されているという状態になります。でこっちのケース、まあ、このケースねちょっとでかいんですよね。こういう風に入ってるんですけど、正直ちょっと大きいんですが、まあしょうがないですね。なぜならばこの本体の他にここにですね、いろんなケーブルが入ってます。スマートフォンにつなげるケーブルだとか、このカメラにつなげるケーブルだとか、あとこのラベリアマイクもね今回はいお借りしてます。であとはこれ風防も入ってますね。ウィンドジャマーっていうんでしたっけ。これをつけることで風のバンバンっていう音とかがなくなると、ここのなんかここのこうなんていうんですかね、なんか突起みたいなのあるんですけど、これとここをこう合わせるような感じでパチンとはめます。で、このマイクすごいいいのがね、ここにほらなんかついてるの分かります。これ磁石ついてるんですよ。ワイシャツとかだとねこう内側からこうさせるんですけど、これ T シャツだとどうしてもこうなんか、うん、不自然な感じになっちゃったりするんで、ラベリアマイクで行くんですけど、まあ、本体マイクって大体音いいんですよね。だから本体マイクで撮りたいなみたいな、簡単だしっていう風になるんですけど、まあ、どうしても外見的にかっこ悪いと。ところがですねこれ磁石がついてますんで、この磁石をですねこの服の裏にこう入れて、こういう風に固定ができるんですね。こうやって不自然じゃないところに、取り付けができるっていうんですかね。なるべくその口元に近いところで、やった方がいいんですけども、はい、こういう感じになります。じゃあ今度はこっちのラクマックスで録音をしてみましょうか。ちょっとしばらく喋りますね。音声切り替えながら喋りましょうか。まあ他社製マイクだとまあこんな感じの音になって、ラークマックスだとこういう音になりますよという感じですね。今はノイズキャンセリングはオンにしていませんので、そのままの素の音になります。でノイズキャンセリングをオンにするとノイズは減るんですけど、多少音質が変わるような感じにはなりますね。はい、でこっちのマイクはですね、親機が一応カメラについていて、そこに収録されていますので、基本的にそのカメラの方の、音質16ビットかに変換されてるんですが、こっちは、24ビットの音頭が、拾われて録音されているという感じですね。多分ねこれだけでも結構音違うんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあさすが最上位モデルだけあって音声が非常に綺麗ですね。私 YouTube 始めた時に最初ねカメラの方の本体マイクで録音をしていたんですよ。なんですがやっぱりちょっと離れるとこう部屋の反響音とか出てくるんですよね。もちろんその壁にべったりなんかいろいろなものを貼ってね、こう反響音をなくしてデッドにするっていうんですけど、音をデッドにして反響音のない状態で録音するとか、そういう環境作りも必要なんですけど、まずマイクを近くに置いてその近くで喋るっていうのが絶対的にいい音が取れるんですよ。だから最初にね動画初心者の方がショットガンマイクに結構手を出しがちなんですけど、私は音楽やってたっていうのもあってそっちには行かなかったんですけども、やっぱりその遠く離れたところだと相当いいマイクじゃないといい音で拾えないです。逆にかっこ悪くなるので、こうやって近くで撮った方がいいんですね。だからねまずはワイヤレスマイクいいの買った方がいいですよっていうのは私言いたいです。ちょっと別の部屋に行きました。実際に撮影してみると、この動画本体ですねに収録された音声データとこのラークマックスで録音された、音声データを
同期させるっていう作業が必要になりますので、そのやり方も最後に、ご紹介したいと思います。ちょっと私横長のモニターなので若干ちょっとアスペクト比が違って申し訳ないんですけど、ダヴィンチリゾルブという動画編集ソフトを、はい、開いてます。でここにさっき、取り込んだ撮影したデータが入っていますね。で例えば、こいつかな、こいつをこういうふうに持ってきて、これでこう再生できるんですけど、ここについている音声っていうのはそのマイクじゃないや、カメラ本体の方で収録した音声がついてます。だから使いたい音声じゃないってことですね。実際はラークマックスで収録した24ビットの方のいい音で、動画を制作したいわけです。でその音声データがここにあります。はい。でこれねゲインゼロで撮影してるんですよ。ゲインゼロで撮影するとどうもねこう音声が小さいみたいなので、これちょっと、この右上のボリュームでちょっとこうやって大きくします。はい。で今だとこれ再生しても、ラークマックスもうバラバラなんですよね。この単体で何をやってるのか分かんないよと思います。はい。でここで、この音声クリップ2つ、クリックじゃないや、選択をして右クリックしてクリップを自動配置、波形を使用っていうのを選んでください。そうするとはい、こういうふうになります。一発で上下の同期が済みました。はい。通常のワイヤレスマイクはこれですね、親機を、でこれ上がカメラに接続して使うんですけど、こいつはこの本カメラ本体の、録画されたやつで、下のデータがこの単体で録音すると24ビットの、音が取れるっていうことですね。はい。この下のデータがラークマックスで、収録したやつですね。だからこれで、この上のデータこのままミュートでもいいですし、もういらないよって場合はこの、リンク選択っていうやつをクリックして解除します。そうすると1個ずつ選べるようになりますから、でカットしてこのまま上に持っていって、でこの2つを選択してクリップをリンクっていうふうにしてください。そうするとここをアクティブにした時にセットで動くようになります。ここだけなんか飛び出てる場合、これだけカットしたい時は、まあ、これもう一回解除してですね、こういうふうに詰めてもいいし、こういう感じで、はい、やればいいということですね。もう一回このリンクを選択ってやつでやると、これセットで動くようになりますから。はい、これで聞いてみましょうか。オンにしていませんので、そのままのスムー音になります。で、ノイズキャンセリングをオンにするとノイズは減るんですけど、多少音質が変わるような感じにはなりますね。はい。で、こっちのマイクはですね、はい。で、これ、今見て気づいたと思うんですけど、ちょっと遅延あるみたいですね。その場合は、少し、編集する必要があると思いますが、親機が一応カメラについていてそこに収録されていますので、基本的にそのカメラの口の方がちょっと早い、うん、でこのキーボードのですねこうコンマのマークをやると今これ、表示が変わりましたね。マイナス3プラス3になりましたけど、音声の方が、なんですかね、後ろに下がっている状態ですね。方の、音質、あ、逆みたいだな。コンマの方をやると今度逆ですね。音声をこう、映像をこうずらしてみましょう。16ビットかに変換されてるんですか。あ、いい感じになりましたね。まあ、こういうのを防ぐときにはラークマックスの親キーですねを一応その本体の方に接続していくっていうのはいいかもしれないですね。もしくは、まあそういうふうにやってしまうと、いざなんかトラブルがあった時に、結局トラブルが出た音がそのまま行ってしまうので、それは嫌だなって場合は、今みたいに、ちょっと上下をずらして、リップシンクですね。唇の動きにちょっと音声を合わせるっていうことをやれるといいと思います。はい。で、これで、ここのところが、ここのところがちょっと余ってますんで、下げて、でこれで一回クリップをリンクを解除して、でもう一回再リンクしましょうか。そうするとですね、正しい感じで多少音質が変わるような感じにはなりますね。はい。
でこっちのマイクはですね、親機が一応カメラについていてそこに収録されていますので、基本的にそのカメラの方の、いい感じですね。はい、こんな感じで収録ができますということで、動画編集時の注意点をご紹介。あとあれだ、音声をちょっと良くしたい場合なんですけど、ラベリアマイクの方だとちょっとこもった音になったので、それを少し良くしたいという場合はですね、この右上にあるオーディオのところをクリックして、これ EQ っていうのをですねクリックします。はい、でちょっとここをですね持ち上げてあげてください。はい、で私のこの音ちょうどラベリアマイクで喋ってますんで、これで音声比較をしたいと思います。はい、これが EQ をオフにした、フラットな状態ですね。はい、音声こんな感じになります。でここで EQ オンにすると、こんな感じでですね、ちょっとハイが上がる、ハイ、その高音がちょっとブーストされるというか、そういう感じになりますね。こういうふうにやると、本体のみで収録した音声とそんなに遜色ないような感じで、音を作ることができると思いますので、これをお試しください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。